今日のニュースです。はい、今日のニュースをよろしくお願いいたしましょう。もうすぐバレンタインです。なな4ヶ月後や。違う。かぼちゃ祭りの間違いです。農家のイベントみたいなやつ。ハロウィンな。ハロウィンとかけて。はい、もう早速謎かけです。葬式と解く、うん。ハロウィンとかけて葬式と解く。その心は？どちらも仮装してお化けになります。うん、これはうまいね。翔太さん。座布団2枚。翔太さん待ってた。山田君の仕事取らんといて。うん、ハロウィンは儲かりすぎて、うん、経済効果大きいんですよ。ハロウィンは、ね、バレンタインを超えるそうです。やっぱりね、仮装したりするのにね、これがね、やっぱりね、儲かるんです。バレンタインなんてなくなればいいの。あかんってさ、バレンタインはないとあかんねん。お菓子会社の人とかがやっぱと、これはこれで息子が言っておりました。わしが言うたよ。すいません、チョコレートもらえへん腹いせに言いました。もちろん全国の皆さん、これがブーメランというやつです。自分に返ってくるっていうやつね、これ。チャチャラチャチャンドーン。ドリフの BGM に合わさんといて、不満は。タラララランララララララン。え、何 BGM シリーズ？ファミマのやつやろ、それ。入り口のやつ。え、まだ行くの？タカ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 言ってるだけや。チャーン、チャンカチャーン、チャンカンチャーン。それ、アイズオブタイガー歌ってるつもりもしかして。ピンポ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 。全然似てないじゃん。それ、合格のピンポンや。違います。なんでよ。アメリカ横断ウルトラクイズとか、どピンポピンポピンポン言ってるやん。近くて便利。そうで、セブンイレブンのピンポピンポピンポンいう入り口の音か。ピンポン。やられた。いやいやいや、オチまでついた。ええ加減にしなさい。